はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしましょうか。だいぶ長いですもんね。ねえ、聞いてない。難しいし、前髪を聞いてもね。おお、OK OK。 ほっ、よいしょ。前髪を眉下、眉上、眉ぐらいな感じにして、後ろはちょっと、じゃあこうやってバラバラになってるところを全体ちょっと揃えて可愛く切っちゃいましょうか。うん、でも自分で切るときとかやっぱ難しいですもんね、絶対ね。初カットやらせてもらいます。お願いします。で、よろしくお願いします。じゃん、かわいい。はい、いっぱいいるよ。ライオンさんとキリンさんといっぱいいます。じゃあ可愛くしちゃいますね。ちょくちょくするよ。ちょっとだけ濡らします。ちょっとだけ冷たい。やめといた方がいい。あ、やめといた方がいいや。ちょっとだけね、ちょっとだけ冷たくないように濡らさせて。どう？大丈夫？ありがとう。ちょくちょくいいことすんの。よし、じゃあ、やばいな。今は後ろから切っちゃおうか。じゃあね、ちょっとこのまま置いといていい。じゃあ初カット。巻いちゃえば、これ切っちゃえば、切るとき多分子供って大体動いちゃうから、もう挟んだらもうこう絶対動かさないようにすればまっすぐ切れます。よし、いきますね。はい。切れるかって分かった。いくよ。はい、切られてるって感覚あるのかな。大丈夫？痛くない？よし。じゃあね、これに合わせてこのひょろひょろっとしたやつ切っちゃえば。横に入れて、じゃあ反対側もちょっとしていい？はい、ありがとう。あ、ママの方向いてちょっとだけずらします。はい。右と左左右合わせるのもね、難しいですよね。はい。拍手してくれた。マイク持ってきたときに、だいたい、ほら、一緒の長さやったら OK。よし。じゃあ後ろはとりあえず切っちゃって、このぐらいの長さになりました。大丈夫かな。大丈夫かな。うん、ありがとう。基本的にね、このカットはちょっと揃ってても逆に可愛いですよね。よし、ね、よし。じゃあもう前髪貯金していい？もう切っちゃうよ。じゃないと前髪なくなっちゃうよ。手を開ける、切りやすいように分けちゃいます。もうそろそろそれやな。
じゃあ前髪切っちゃうよ。よし、じゃあまっすぐ抜ける。で、切っちゃいまーす。はーい。
前髪切ってんな、いっぱいな。嘘、ごめん、首締まってた。じゃあごめんね、首締まってたの。すみません。あー、かわいい。ありがとうございました。すーちゃん、バイバイ。またねー。